日本プロ麻雀協会の岩崎圭吾と申します。よろしくお願いします。平成5年8月30日生まれの26歳です。血液型 A 型で出身地は和歌山県になります。麻雀始めたきっかけは、兄が大学入ったと同時に始めまして、3つ離れてるんですけれども、高校1年生の時に始めました。あ、間違えました。中学3年生の時にその兄の影響で始めました。拳法は、ちょろっと打ったのは高校3年生ぐらいなんですけれども、今のアカウントは大学3年生ぐらいから打ち始めました。そうですね、なんかその拳法を自分のアカウント作ろうと思ってた時に、ちょっとバーベキューにちょっとプライベートで行ったんですけど、その時にこれはいいな、このハンドル名にしようっていう。これ流して大丈夫ですか？そうですね、大きく2つあったんですけど、1つはその拳法をやってるつながりで、プロの人とも結構つながりがあって、ずっと誘ってもらってっていうところでが1つと、あともう1つは拳法名人戦にアマチュアの時に出たり、あとシャルウィー拳法っていうのも招待選手に呼ばれたりで、そういう短期決戦の競技麻雀っていうのを経験する中で、これは条件とのやり取りとか、普通のフリーとかセット麻雀で味わえない楽しさがあったんで、これでちょっとなってみたいな。あともう一つありました。あと M リーグが始まったんですよね。で、麻雀でも食べていける世界が見えてたんだなっていうのもあって、こんな舞台で自分も麻雀したいなと思って決心しました。そうですね、やっぱり拳法のつながりで、ずっと誘っていただいた方たちも協会だったのと、純粋に自分がすごい、若い世代で強いと思ってる人が協会にたくさんいたので、そこで切磋琢磨できるかなっていうところがありました。そうですね、実際、あるといえばありますね。そうですね、やっぱり未だに、M リーグとか見てても、そこの拳法の人がこの打牌どうなんだとかっていう意見もあったりっていうのはあると思うんですけども、自分は両方の立場に立っているので、その拳法のやってる人たちが言いたいことももちろん分かりますし、逆にプロの人たちの、敗功率通りじゃないそこの、読みのところで通せる牌とか、そういうところもすごい分かるので、なんかいつも、どっちの気持ちも分かるなと思いながら見てますね。本当に自分中立ですね。確かに天皇の人が言ってる正しい指摘ももちろんありますし、逆にやっぱり上級者になればなるほど麻雀って強いから強くない、なんていうんですか、自分より実力が上すぎる人の麻雀ってもう分かんないと思うんですよ。だからそのこれはこういう意図でこうがあるからいいのにっていう、そのプロの M リーダーの人たちの打牌とかも、もう全然ダメみたいな、敗功率通りじゃないからダメとかっていうのもあったりするんで、そこら辺がうまくお互い分かり合えたらいいのになって思ってはいますね。そうですね、入ってきてほしい気持ちはもちろんあるところもあるんですけど、ただ、やっぱりやりたいように、プロになりたくないのであれば、そこは無理やりっていうところはないですけど、一緒にできるなら切磋琢磨していきたいなっていうところあります。それで言うと、自分が結構一緒にやりたいなと思ってた人たちがちょうどかなり入ったんですよね。なので今その入ってない人で仲がいい人とかっていうのが今のところそんなに多くないんでっていうところです。そうですね、正直一発なし裏なしっていうのが
初めてオータムで打ったんですけど、でまあ予選突破した後は本戦に向けて一応セットは3回ぐらい入れて、まあ、しっかりそのトーナメントの、あのシステムでも戦えるように、あと一発がなしのバランスでも戦えるようにっていうのは練習しました、ね、決勝は、ラスは0ですね。でトップも1回で、正直優勝してこんなに言ったらあれですけど、全然本手が上がれなくてもうつかないなと思ってたんですよね。でも5回もやればそのやることは絶対我慢してたらあると思ったんで、まあ、ずっと我慢してやってましたね。あと、まあ、協会ルールと違って、順位のポイントが等価値なので、1着順の、そういう点では焦らずやってればどこかで必ずチャンスの時が来るかなと思ってやってました、正解がないゲームというか、やっぱりその運の要素も結構強いところもあって、まあ、正しくない選択、長期的に見て、まあ、その場で正しくない選択をしても結果がうまくいくこともあるし、正しい選択をしても良くない結果になることもある。だから何が正解かわからないゲームなんですけど、その中で、まあ、正しい選択をずっと追求していくっていう、そこの期待値をずっと追っていくっていうのがやっぱり麻雀の魅力かなと思ってます。自分は結構普通の素朴な子がいいですね。あの芸能人でいうと高畑充希さん、よく笑う子が好きです。そうですね、もう今はもう M リーガーになりたいと思ってまして、なので、まあ、あの1年目で運よくタイトルも取れたんですけど、正直通過点と思ってまして、もう早く次のタイトルを取って、あのもう早ければ今季にでも選ばれるように自分は頑張りたいと思ってます、はい。まあ、もちろん次団体 の A リーガーになってジャン王になるのももう一つの大きな意味です。今日はご視聴いただきありがとうございました。あ、1年目で運よくタイトルも取れて、まあ、プロ生活順調ではあるんですけれども、まだまだあの至らない点とか実力もまだまだのところがあるので、もっと強くなって、そして、まあ、自分の目標でもあるジャン王であったり M リーガーというところに向けて、あの少しでも早く進んでいけるように応援の方よろしくお願いします。